あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、あゆな、また魔物たちを倒してくれたんだ、どうもありがとう。ねえねえあゆな、実は私あゆなにお願いがあるんだ。私最近物を作るのが楽しくて、みんなのためにいろいろ作ってみてるんだけど、夜になると街のみんなの様子が気になってなかなか作業に集中できないの。だからねあゆな、私専用の部屋を作ってくれない？専用の部屋とかできるんや。部屋にはそこが何の部屋かわかる壁掛けがあればいいと思うんだけど。壁掛け？看板とかではないんやね。アイナなら何か思いつかないかな。また新しいのが思いつくってこと？お願い、わらベッドと壺に女の壁掛けがある私専用の部屋を作って。女の壁掛け？思いつかないも何も、もう何を作るか言われたじゃん私。女の壁掛けをひらめいた。部屋の持ち主を表す赤い壁飾り。女の人しか入れんの？もう。男の壁掛け。部屋の持ち主を表す青い壁飾り。それって私も入れんのかな？宿屋の壁掛け。旅人が宿泊する施設の目印の装飾。旅人とか現れる。道具屋の壁掛け。道具を扱う施設の目印の装飾。お店とかもできてくるってこと？へぇ。んで、なんか専用の部屋をって言った。要はその壁掛けを作らなくてはいけないわけだ。間違えた。あゆねよ、町人も増え、町の発展は順調のようだな。しかし、ありし日のメルキドにはまだまだ遠い気がするぞ。この町の発展は全てあゆなのものづくりの力にかかっておる。素材を集め、新しいものを作り、この町をどんどん発展させていくのだぞ。へい、わかりました。ちげえ。何回だ。そっちじゃなくて私は物が作りたいの。よし。壁掛け。壁掛け。女の壁掛け。千両がいる。千両は？ここじゃないね。ここじゃなくって、こっちか。あったあった。これを、作っといて。んで、女の壁掛けを。あれだけあったよね、足りんの。あ、作れる作れる。女の壁掛けを一つ。女の壁掛けを一個作った。よし。んで、あの子、ピリンがいつも寝おるとこって、ここやったかな？確かここだったはず。うん、多分ね。はずなんだけど、壺あるでしょ、別に。じゃあ、この外に。どこ行った？これ？これか。よし。間違えた、壊すとこやった、怖っ。怖っ。あれ？もうちょっと前ってこと？ここか。つけた。つけたよ。何もならんのやけど。なんもならんもんやけ、これ。あれ？どういうことだ？ちょっと待って。ちょっと待ってね。これ一回外して、何してんの？壊してしまった。いやーここじゃない。じゃなくって。やべえ。超壊す。とりあえずね。んで、中？でも壁掛けだよ。中？なの？でもそれって入ってからじゃないと判断できんくね？ねえ。ほっ。空き部屋が初めての個室になった。なったよ。なったよ。カクって出てきた、カクって。あ、待って、走ってきたね。ピリン。
パチ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 。わ、私専用の部屋を作ってくれたんだ。ありがとう、アユナ。ケッパーは夜通し街をうろうろするし、ロッシュは時々寝ながら絶叫するし、何それ、怖い。無遊病？ロロンドはいびきが異常に大きくて、全然ものづくりに集中できなかったんだ。え？そんなに集中し何を作っているのかって？え、でもそれって何？自分の部屋で作り出すってこと？えへ、それはまだ秘密。準備ができたら教えるから楽しみにしててね。そうだ、最後に部屋の壁掛けに私の名前を書いてくれると嬉しいな。あ、名前を書くんや。そしたらその人しか入れなるってこと？へぇ。クエストコンプリート、キメラの翼2個。じゃあこれに書くって出てこないけど、あ、出た出た。誰の部屋にしますか？ピリン。この部屋はピリンの部屋になります。よろしいですか？はい。初めての個室はピリンの部屋になった。なるほど。そし、あ、またなんか出てるよ。ウェイウェイウェイ。話しかけようとしているのに、めっちゃなんか作りよる。あゆな、この前私の部屋を作ってくれてありがとう。この前っていうかさっきなんだけどね。部屋を作ってくれたおかげで、あっちのみんなにプレゼントができたんだ。プレゼント？え、部屋で作ったの？あれから。実は私ね、みんなのためにお洋服を作っていたの。へぇー。服？みんなに早く着てもらいたいんだけど、完成した服をロロンドに渡したら、公衆の面前で着替えはできんって怒られちゃったんだ。だからね、アユナ、お着替えができる新しい部屋を作ってくれないかな。そういうとこ現実的なんや。部屋には椅子が2つと服を入れておく場所が欲しいんだけど、アユナなら何か思いつかない？なんで椅子がいるの？ん？石のクローゼットをひらめいた。石でできた衣類をしまう家具。へぇー。何それ、着替え部屋ができるってこと？ん、じゃあ次は、それを、石のクローゼット。それを、作ればよろしいわけだね。どこ？石のクローゼット。石も、石じゃない。石の椅子もいるんだっけ？じゃ、とりあえず、椅子を二つ作って、からの石のクローゼット。よし、作った。んで、その、着替え部屋。着替え部屋って言ってもな、一応ここスペース空いとるけど、とりあえずここのスペース、このスペースを着替えスペースに作り直そうか。へい、ベッド。よし。じゃあここに、クローゼット。どれ？こっちか。クローゼットを、配置。して、この石の椅子、これを、ほっ。そして、どの辺だ？この辺。ほっ。空き部屋が衣装部屋になった。これだけで衣装部屋になるんや。レベルアップ、え、マジで？拠点のレベルがレベル3になった。やったね。レベル3になったよ。ん？てか椅子の上上がれるんだ。みんな集まってきた。みんな集まってきた。けど、ピリン、ちょっと。へい。うわぁ、ありがとう。お着替えができる衣装部屋が完成したんだね。したした。ロロンドもロシもケッパーも、ここに来てからずっと同じ服を着てるでしょ？そういうピリンもね。すれ違うたびに香ばしい匂いが鼻を突き刺して、私もう我慢できなくって。あ、それはね、きついね。これでみんなにお着替えしてもらえる。今日から鼻に土を詰めなくても生活できるよ。鼻に土詰めて生活してたの、ピリン。やばくない？本当にありがとう、アユナ。私もお着替えしてみるから楽しみにしててね。クエストコンプリート、目玉焼き3つ。対価がちょっとおかしいような気がする。お、え、なに？あ、着替えた。すごい。え、本当に着替えるんや。公衆の面前で着替えはできん。目の前でみんな着替えておりますけれども。どうなの？着替えるの？ピリンも着替え、おー。あ、かわいい。かわいい。
可愛い服に着替えた。なんか私だけ超ダサい服なんだけど。おお、すげえな。私の衣装は？開けれなかったけど。で、ちょっと。石の守りも完成し、メルキドの町もこれからさらに栄えるはずだ。どうだ、アユナ。最近は我が輩たちの依頼ばかり引き受けて、自分が作りたいものはあまり作れていないのではないか？うん、結構自由に作らさせてもらってるけど。そこでだ。この辺りで、お主が作りたい部屋や家具を自由に作ったり、今までに作って部屋の壁を壊れにくい壁に作り変えたりと、ビルダーとしての経験を積んでいくといいだろう。そうすれば、町もより発展し、メルキドの復活にも一歩近づくことになるはずだ。さあ、アユナ、自由に町を発展させ、ビルダーとして一回り大きくなってくれ。この自由にっていう依頼が一番ね。ふんふんふん、町が発展し、ビルダーとして一回り成長できたようだな。なんだ？あ、さっきレベル3に上がったけんってこと？アユナよ、お主には前もって話しておこう。時が来たら、そなたにはとある人物を探しに出かけてもらいたいのだ。とある人物？メルキド録によると、かつてメルキドには、伝説的な鍛冶屋、雪の降なる人物がおり、鍛冶屋？その遠い子孫が今もどっかで生きておるようなのだ。防壁だけでなく、より強い武器を作って、いつかこの地を支配する魔物を倒すためにも、なんとか伝説の鍛冶屋の子孫を見つけ、仲間にしたい。その男の情報が集まり次第、お主に捜索を依頼することになるだろう。アユナよ、その時はよろしく頼むぞ。なんか私一人だけで世界中を。クエストコンプリート、命の木の実。ほう。ん？なんか戦いのマークになったんだけど。うおー、アユナよ、大変だ。どうやらまたも魔物の軍勢が町に攻め入ろうとしているらしい。今の我々には石の守りもある。以前より強い武器もある。しかーし、油断してはいかん。武器や防具をしっかり整えて敵に挑むのだ。どうだ、アユナ。戦いの準備は良いか？まあ。まあほら、石の守りもあるし。どうなんやろ。一応、いろいろ作り変えたみたいやけど、すべてのモンスターを倒せ、6匹？骸骨軍団が。一応、石の守りもあるし、前に町の下の部分？こういうさ、お堀の中に降りてきて、町の外をね、破壊されてたんだけど、大きい人たちに。どうなんやろ。待って。扉はそりゃ開くよ。それはないでしょう。めった打ち。大きい人めった打ちだけど。そこはそりゃ、開いちゃうかな。あ、てか、大きい土じゃないんだ。ブラウニーなんだ。今更ながら。ね、このお堀の中にも、トゲ罠めっちゃ仕掛けてるから。だから、こうやってね、下に降りてきた時点で、めっちゃダメージを受けるっていうことに。ほら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 、自動的に。こっちに、あー、入ってきた。もうほら、ブラウニーが壊すから、扉。あんまり扉っていうか、この辺の近くでやったらダメだね。壊れるね。ん？竜王軍団の隊、何あれ？でかっ。なんか来たんだけど。てかみんなさ、なんか前線に出て行ってるけど、前線に出て行ってるけど、私は石の守りのおかげで。お、やっつけた？やった、すべてのモンスターを倒した。私何も、なんか落ちてるよ。怪我は？旅の扉赤を手に入れた。マジで？やったね。また新たな扉が。なになになに？あ、なるほど。解決したーってこと？じゃあちょっととりあえず、さっき、いろいろ落ちてたものがあったから、それを拾いたいんだが。ほらほら、この辺。めっちゃ物落ちとる。あ、やべえ、ゴーストおった。ゴーストおったね。ん？何？初めて鉄のインゴットを手に入れた。木の扉をひらめいた。木の板をつなげ金属で補強した扉。これやったら壊れんかな？壊れるんかな？草花スコップをひらめいた。地面ごとそのまま掘ることもできる道具。
地面ごと？地面ごと花を掘るってこと？あ、花をそのまんま町の中に植えることができるってことかな。剣の壁掛け。戦いには使えない飾るための武器。あ、こういうのなんか武器屋さんとかによく飾ってあるよね。鎧の置物。見て楽しむ飾り用の鎧。これは防具屋さんって感じ？なるほど。てか鉄罠めっちゃ外れてるけど。鉄罠じゃない、トゲ罠だし。ってことはこれはもう一回。もう一回置き直すと。ん？保険くね。木が邪魔。よし、これでとりあえず大丈夫でしょう。うん、オッケーオッケー。なんかいつの間にやらゴーストも消えたし。夜が明けたけんかな。ん？なんか誰かおるね。よいしょ。新たな人？やっとたどり着けました。この光の柱に。え、ここ遠くから見たら光り輝いた柱が見えとるってこと？綺麗な建物にたくさんの人。これが噂に聞いた町というものでしょうか。噂になっとんや。その噂をしていた人たちは一体どこに？この町は、まさかまさか、あなたがお作りになったのですか？そのまさかです。おお、おお、ということはあなたは、あの伝説のビルダーなのですね。うおお、これはなんという感動、なんという興奮だ。なるほど。ここは巨大なゴーレムを守り神として栄えた、メルキドロン跡地なのですね。うん、そうらしい。私の名前はショーター。途方もなく長い間歩き続けてきた旅の者です。ショータではないんだね。何の取り柄もありませんが、各地で見聞きしたお話をお伝えできると思います。情報屋さんってこと？いつの日かお役に立つ情報をお教えできる日も来るでしょう。お願いします。どうか今日から私もここに住ませてください。で、速攻でプイってどっか行くんだけど。とりあえず、ショーターっていう人が仲間になりましたと。いうことで、この辺で、とりあえず一旦締めときたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。ツイッターの方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。私の服はあれかな？自分で作るしかないってことなんかな？